は2010年10月3日から10月14日にかけてインドのデリーで行われた。2003年11月13日にジャマイカで行われた理事会で開催が決定した。なお、この大会にはカナダのハミルトンも名乗りも上げていたが、投票で46対22でデリーが開催地に選ばれた。国際総合競技大会では1951年と1982年に アジア大会の開催の経験がある。2005年1月にはコモンウェルスゲームズ連盟の副会長ラジャランディール・シンが大会組織委員会の設立が遅れていることに対する懸念を表明している。しかし2008年1月、コモンウェルスゲームズ連盟は進捗に問題はないと発表した。本大会の実施に関する最高委員会の代表にはスポーツ省の大臣が 組織委員会の代表には、インドオリンピック委員会会長のスレシュカルマディが就任する予定である。本大会の開催にかかる費用はおよそ16億米ドルと見積もられている。これには、空港や道路など、スポーツと直接関係のないインフラの開発にかかる費用は含まれていない。これにより、本大会は史上最も費用のかかるコモンウェルスゲームズとなる見込みである。 参考までに2002年コモンウェルスゲームズの開催にかかった費用は約4億2000万ベイドル。2006年コモンウェルスゲームズの開催にかかった費用は約11億ベイドルである。現在のデリーにはすでに都市計画に基づく国際的な機能が多く備わっている。しかし大会の間にデリーを訪れる多くの観光客に対応するため都市部の美化。 輸送機関の開発、古い建造物に対する整備など多くの改良作業がインド政府によって行われた。ありがとうございます。